公職選挙法で書いてあることをきちんと守りましょうで、それを守っていただけるように関係機関も動きましょう、えー、こういうようなことをですね、えーまあ、確認的にも条例にすること、意義はあるだろうと思います今日行われた定例会見の中で鳥取県の平井知事はこのように述べ公職選挙法の解釈と運用を徹底し 選挙管理委員会の原言行使の円滑化を図るため、県独自の条例案を、県議会9月定例会に提案することを明らかにしました。今年7月に行われた東京都知事選では、選挙運動と無関係なポスターが多数並び問題となりました。こうした問題を受け、鳥取県は、 専門家らと意見交換をを行い条例案を作成具体的には選挙とは無関係のポスターが掲示された場合は法律の規定によって撤去することやウェブサイトなどによる広告料の収入について報告書の提出を求めることなどが盛り込まれています。このの条例案は今年11月の施行を目指し 今月13日に開会する県議会に提案するということです。